おいごり4デマンドめぐみだ。今日の大人チャンネルは温泉ですね。ここは七味温泉、結構山奥だ。もう雪がある。そしてこのお風呂が素晴らしいお風呂。あらね、よし、事故が出ないように。あ、これまずい。あ、これはこれ入ったな。あー、これは最高だ。次そのかき氷ですか。かき氷です。そうそう、この温泉でね、温泉で食べるこのかき氷まこれ最高ですね。これここはもうおすすめですね。七味温泉、うん、1年ぶり2回目。そうですね、1年1回です。1年1回、すごいんですよ。俺も JTB でいろんな温泉に行ったんだけどここの温泉の肌のマッチ度がすごい。夜だと色わかんないけどもうすごい白濁色で青いんですよ。チンコも安心してあれ晒せますね。そうです、全然見えない。全然見えない、全然ノーチンコ。ノーチンコ、ノーチンコ、ノーライフいやダメでしょノーチンコノーライフダメでしょ、死んでますよもうそれいや景色もねいいんですよ。こう、まあ、逆光で全然見えないと思うんですけど、雪と青と枯れた山とてもね風情を感じるんですよ。一番いいのはやっぱ空いてるとこがいいですね。誰もいないですからね。誰もいないんですよもうほんと山奥の人、まあ、皆さん来いっつっても多分、まあ、来ないだろうな。なんか見つけたって感じですね、大人の遊び場みたいで。ゲレンデまでね車で5分っていう、その車で5分で行くゲレンデにも誰もいない。誰もいない。手作りピザとジェラートが。そうです、牧場だから。その牧場でチーズとかも作ってて。私は2泊だからビール飲みますよ。ああ、もうこの後行こうもうこの後キュッて温泉の後のビール行くからこのガスがだんだんこう長時間吸ってると気持ちよくなっちゃうんですよ、はい、すごい。で体がピリピリしてきてだんだん暑さを感じなくなっていく。あ、すごい。あ、だから七味温泉っていうの。そうかもしれないモンゴルマンもびっくりです、ね、モンゴルマン。あー、伝わったな、これこの温泉の様子だいぶ伝わったな。というわけで皆さん、七味温泉来んなよ、来んなよ、来んなよ、マジ来んなよ。10月の中旬とか絶対来んなよ。じゃあ風呂上がりビール乾杯。えーっす、あ、動画ですかこれ、うん、あ、うまっ。うまいですね。うまっ。最高の最高、大人最高。大人はいいですね。ああ、いいね。大人になるのはいいことだ。そうですね、全部美味しそう。お前ら本当絶対来んなよ本当来んなもうこんな最高の、俺らもう2年連続だけど3年目も来るからな、最高です。